新刊家康の選択小牧長久手大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは、歴史小説の主人公選びと注意点、斬新さと自己の魅力に基づく方法。ちゃんとテーマ決めろよ、本当に。今日はお便りボックスに寄せられた質問です。ラジオネーム、猫にご飯さんです。猫にご飯さん、採用された、お便り採用された場合には、採用記念物、記念品をお送りいたしますので、お便りボックスに、猫にご飯さんの郵送先を、入れておいてくださいな。入れて送っといてくださいな。お便り戻ります。ラジオネーム、猫にご飯さんです。鈴木先生、はじめまして。はい、はじめまして。毎日エアロバイクを漕ぎながら先生の YouTube を楽しんでいます。なるほどね。健康にいいです。歴史時代小説で作家になることを志しているのですが、新人賞に応募する作品の題材の選び方について質問です。はい、どんなことでしょうか。最近の受賞作は、江戸時代の歌舞伎役者とか、地方で事業を起こした人物とか、知る人ぞ知るという人物を掘り起こしたものが多いように思います。そうだね。そうした小説の題材として新しさのある作品だと、そういう作品は、信長や秀吉の時代の誰それさんというふうに、すでにたくさんの作品に書かれている人物を題材にするよりも評価されやすいのでしょうか。歴史小説の主役に据える人物の選び方と、その際に気をつけるべき点などがありましたらお聞かせください。そうだね。やっぱりね、歴史小説を書く場合に斬新性をチェックすることって大事です。歴史小説っていうのは、そのジャンルの性格上、過去の先行作品と内容が重複しやすいっていう、そういうことがあります。で、以前誰かが書いたなっていうようなもんだと、これがさ、まあ、どうやっても印象に似ちゃうからね。っていうことがあります。典型的なのが、坂本龍馬だよね。坂本龍馬っていうと、どうしてもああいう爽やかな人物を頭に思い描きがちなんだけど、あれって司馬太郎が作った坂本龍馬だからね。それまで、坂本龍馬っていうのは結局何をやった人なのかっていうと、あまり発揮した龍馬がいても、こういう言い方は語弊があるけれど、坂本龍馬がいてもいなくてもあまり時代は変わらなかったっていうことは確かなんだ。キャラクターがむちゃくちゃ
その魅力的だからね、っていう風で、坂本龍馬は何をやった人なのって言ったら、司馬遼太郎を儲けさせた人って言った人がいたけどね。で、そういう具合にいいと、まず先行作品をチェックすることって大事です。で、それから次、これ大事なんですけど、傾向と対策っていうこと以上に、その登場人物、そのこれだったら受賞できるかもっていう基準ではで選ぶのではなくて、あなたがこの登場人物が描きたくてしょうがないっていう、そういう情熱を持って描ける人物を選ぶっていうことが大事です。やっぱりね、自分が描きたいと思える人物、心からこう魅力を感じる人物を選ぶっていうこと、やっぱりね、素材に対する愛と情熱って大事です。それは、作品に反映されるし、愛や情熱がなくても、プロだったら描ける。それはなぜかというと、愛や情熱をカバーするだけの技術が、小説的な技術がプロには備わってるから。デビュー前の新人はそういった技能ではとても、小説技術ではとてもプロにかなわない。そうなったら何で対抗するかって言ったら、素材に対する愛と情熱なんだよ。だから傾向と対策っていうようなことを追っかけるよりも、まず自分が本当に描きたい人物っていうのを選ぼうねっていうことはあります。そしてもう一つ大事なのは、その登場人物をなぜあなたが好きなのかっていうことです。どんな特徴に惹かれるのか、どんな魅力に惹かれるのか。例えば坂本龍馬が惹かれると思った時に、司馬遼太郎の龍馬が行くで描かれた坂本龍馬が好きっていう風だったら、それフィクションに対してフィクションを見てフィクションを描くようなものなので、司馬遼太郎を超えられないよね。だからこう、その時にそのああいう青春を送った人物って他にいないだろうかっていう、そういうところ観点から別の人物を探していくっていうことも大事だったりするからね、ということです。で、やっぱこういう自己分析のプロセスというのは、物語をよりリアルかつ鮮明に描くための重要なステップなので、で、主人公が自分自身の魅力だとか、そういったものがうまく反映することができて、その結果、生き生きと動き出すと、こういう、そういうことが出てくるからねっていうことはあります。で、登場人物を選ぶときに気をつけるポイントとしては、まあそのポイントいくつかありますが、その人物の時代背景、それから社会的な文脈っていうことをしっかりと調査するっていうことが大事。歴史小説というのは現実の歴史をもとにしているので、まず正確な史実を抑えるということ、それから文化的な背景を抑えることっていうことはとても重要です。それからと、主人公を選ぶときには物語のテーマとの相性を考えようということです。物語の中心となるテーマやメッセージと関連性のある人物を選ぶことで、物語がすっきりしてくるっていうことがあります。僕の場合、今度は徳川家康の選択、小牧長久手っていう風なんだけど、
この場合だと、その徳川家康43歳、43歳で、いや、天才じゃないんだけどね、家臣へ配慮したりだとか、経済的なにも大変だし、才能もないし、人物もないし、人望もないし、ただ徳川家康の取り柄というのは戦うこと、合戦はとにかくうまかったので、戦うということと、それから生き残ることに対する執念と、そういうものだけがなんとか取り柄があるので、だから自分はすごい、自分はすごいっていうふうにまず思いつきながら、こう、どうしたらこうやって生きていくか、いけるかということの選択をしていく。徳川家康が生き残ろうとしてあがく話なんだよね、家康の選択ってね。相手は、羽柴秀吉。秀吉と直接戦った唯一の戦いっていう、唯一の合戦っていうところでもあるので、そういうようなところを書き、それからとそこに自分自身を投影させていく。いろいろあるけど、生き残ることが結構一番重要だったりするよね。強い者が生き残るんじゃない。生き残った者が俺は強いっていう主張することによって強いっていうふうに周りから認識されるんだとかさ、そういうところってのはやっぱりいろいろ自分でも思うところがあるわけよ。まあそういうふうにして登場人物を作っていくっていうことはあります。まあ、そんなような具合なので、やっぱりね、どうしても新人賞を狙う人、書こうっていう人はどうしても新人賞の傾向を、こうやったらこう新人、どうやったら新人賞に有利だろうかっていうことを考えすぎるので、一番大事なのは小説に対する愛と情熱、小説の素材に対する愛と情熱ってすごく大事なので、そこをとにかくまず意識していきましょう。で、テクニカルなものはまたその後で、テクニックについてはその後から順に考えていけばいいのでね。猫にご飯さん、君が好きな歴史の登場人物は誰？ね、手垢のついた主人公であっても、君の情熱が先行作品のどの作品よりも熱いものがあるんだったら、それはとうまくいくし、ということを考えていこうね。もしその猫にご飯さんが、猫にご飯さんが坂本龍馬を描こうとするんだったら、自分は司馬遼太郎よりも坂本龍馬が好きか、そこら辺のところよく考えるんだよ。いいね。それはないよと言ってるんじゃない、坂本龍馬を描くんだったら司馬遼太郎を乗り越えろということなのでね。まあなんとかなるよ。そう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 。この番組のお便り、ご質問を募集しています。採用された方には、鈴木喜一郎オリジナルグッズを差し上げます。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。ラジオネームとメールアドレスを書き添えてください。採用分のオリジナルグッズを郵送するときにちょっとやっぱり必要になってくるのでね。Google フォームの匿名ボックス、お便りボックスには概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など
圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。